あばちゃん大丈夫？はい。うん。あばちゃんそうだね。どういうこと書いてたかっていうと、夫の夕食について。このタイトルからね、もう夫のことについてっていうね。タイトルからハウスなこと書いてるね。はい。夫の夕食についての何々じゃない。夫の夕食について。こっから始まりましたよ。いいですか？おば食堂が今ね、ほぼ無休で営業しております。ね。おばちゃん頑張ってる。料理は嫌じゃないけど、手抜きもしてるけど、夫も無理しなくていいよって言ってるけども、いろいろあるんですよっていうね。で、旦那さんが、ビールを飲む夜は、ご飯を食べないようにする。これがポリシーである。ビール党の夫のポリシー。でも結局おかずの品数や量が増える。ご飯食べない代わりにそっちが増えるから、塩分カロリーがおばちゃんが気になっている。で、旦那さんは、メタボであるけれども健康。うん。で、おばちゃんが理想とする晩ご飯は、定食のような、実家で出てくるご飯のような、そういうのが理想である。うん。まあ、それで、最近は食後の締めでそうめんを食べることがある。そして、そうめんを茹でてる間に夫が、冷凍庫からミニチョコバを出して食べている。何ですかっていう心の叫びがある。で、好きなものを好きなように食べたらいいのに、私と体質も違うし、私以外にお腹の具合までわからないし、健康管理をしなければという思い、ハウスから飛び出しそうになる。っていうかもう出てるっていうね。ハウスから出てるおばちゃんが。で、夫は夫なりに健康に気をつけています。私も食後甘いもの食べてます。で、建前は夫の管理。本音は、1、もっと味わって食べてほしい。2、料理に自信がないので我慢をさせているかもしれない。3、他人に厳しく、自分に甘い。ここね。まあ、いろいろ書いてくれましたけども、うん。これちょっと問いかけてみようかな、おばちゃんに。おばちゃんは、まあ、家族とのご飯の食べ方について、どうするべきだと思ってるか。または、奥さんは家庭内で、食事のことをどうするべきだと思ってるか。これちょっと聞いてみたいなと思って。どうですか、おばちゃん。実家と、主人の家の食事の、形が全く違うので、最初はすごく戸惑ったんです。で、私の理想はこうみんな一緒にテーブルについていただきますっていう感じなんですけど、主人とこはみんなお酒も好きなので、お母さんが料理を作って、男の人たちはもう食べる。先に食べて始まってっていう感じで、ああ、酒飲みを先にこう始まってお母さんはどんどん料理出すっていうね。そうそう。ああ、でお母さんはいつまで経ってもテーブルに座らずに男たちが先に食べて飲んでる。なるほど。で、奥さんとしてはやっぱりそういうことも含めて。食事に健康面をちゃんとしたいなっていうのはあるんです。そうなんだ。そっか。食事っていうのは、おばあちゃんの家では、一緒にご飯の時、一緒にみんなで一斉にテーブルについていただきますって言って食べる。
これが夫の実家とは違う。うん。で、おば食堂の時にどうしてるってこと？まあ、いろいろ紆余曲折はありながら、うん、まあ、今はもう一気にバッと全部出して、うんうん、で私も一緒に食べるんですけど、うんうんうん、まあ、どうしてもこう温かいものとか冷たいものとか、うんうん、まあ、すると時に私が準備するので、うんうん、なかなかこうずっと一緒に食べてるっていう感じはないです。うんうんうん。一緒に食べてる感じがない。うんうんうん。そうなんだ。これ旦那さんは知ってるのかしら？こういう考え方をしている。ああ。うん。そうですね。ああ。最初は。主人の実家のように、もう奥さんは作るのに徹してみたいな感じで、うん、してたんですけど、それが一品一品出すような感じで、うん、でもそれだったらどんだけ食事が出てくるかわからないから、うん、もう最初にパーって出してもらった方が僕はいいよって言われて、うんうん、あ、じゃあもうちょっと冷めたり、うん、ぬるくなってもいいから、まあ、パーッと出そうとして今はしてる。うんうんうん。あ、そうなんだ、そうなんだ。最初は奥さんは、一品一品出すものだと思ってやってたけども、それじゃあ、どれだけ出てくるかわからないから、僕は全部出してくれていいよっていう話し合いはあったわけね。はい。そこだけわかってる。うん。うん。そんで、もう一つね。奥さんとは、そういうこと含めて、食事、健康面をちゃんとしたい。これが、おばちゃんの中であるのね。はい。うん。で、旦那さんは、そうはしてないと。塩コショウもぶっかける。うん。そう。うん、塩分、カロリー、おばちゃんが気にしてしまうほど、多いってこと？割と、まあ、味付け濃いのが好きなので、うん。で、私は薄味が好きで、うん。なので、最初はすごく気になって、ぐちぐち言ったりしたこともあったんですけど、うんうんうん、今はもう好きにしてもらおうって思って、うんうん、気になりつつも見守るみたいな。うん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 。あ、そうなんだ。気になりつつも見守る。見守りながらお腹の中でこう考えてるわけね。この。何ですかーっていうね。こっちとらそうめん茹でてんのっていう。チョコバー食ってんじゃねえよーっていうことになってるわけね。そう。うんうんうん。見守ってるんです、こうやってっていうね。うん。おばちゃんにとってはこれが見守ってることであったと。はい。うん。これ自分で今言ってみて、なんか、どう思った？見守ってはないですね。見守ってない。あ、そっか。そうなんだ、そうなんだ。うん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 。うん。あとね、私が思ったのはね、おばちゃんが最後の方に書いてくれてたのが、私がハウスして自分ができることに取り組めばいいんだ。例えば楽しみながらレパートリー増やすとか、味付け、調理を工夫する。こういうことをやっていけばいいんじゃないかっていうことを書いてくれてたんだけども、その前にできることが
あると思うんだけど、それは何だと思う？もうちょっと夫と食事について話をするってこと。私はそう思ったのね。おばちゃんの心の中の動きがすごく多いじゃない？一人で会話してるっていう感じでね。その、お互いの違いを10段階のうち何段階ぐらい知り合ってると思う？5段階。そうなんだ。あと5分は何が、おばちゃんの何を夫が分かってない？本当はもっと一緒に食べたいとか。ああ、そうなんだ。そこを知らないわけね、旦那さんは。言ったこともあるんで、知ってるとは思うんですけど、先に食べてごめんねとかも言うし。ああ、そうなんだ。私のペースでいいからねとも言ってくれるんですけど、ちょっと寂しいなっていう気持ちも。あ、そっか。言葉では言ってくれてるけども、おばちゃんは、なんとなく寂しいのね。そうなんだ、そうなんだ。で、おばちゃんはね、すごい夫の健康を、心配している。心配してるんだけども、このおかずの品数や量を増やしてるのは、これは旦那さんなの？それとも、おばちゃんなの？私です。あ、おばちゃんが自分で、はいはい、今日も時間通りにおばさん餌やりに来たよって言って、あんた気をつけないとねって言いながら動物園でね、餌の時間になるとめちゃめちゃぶっこんでるのね。食うなっつってんねって言いながら人参とかね、かぼちゃとかスイカをこう、カバーにこう放り投げてね、もうカロリー取りすぎだからって言いながらこう、与えてるのはおばちゃんなわけね。そのカバーが選んでるんじゃなくて、与えられたものをカバーが食べてるっていうことなのね。そうですね。これどういうことなんでしょうか。なんかこうやっぱり、飲み会とかも我慢してくれてるし、なんか物足りないとかわいそうな気がして。私も食べるの好きなので、なんかそこに正しさとか持ってくるのは嫌なんです。嫌なので、そこの私の軸も多分定まってないですね。本当だね。あのカバに餌やりに行くときにね、自分は餌係だとね、あのカバも作れとはそこまでは思ってないかもしれない。今まで言ってない、それはね。いや、私がこの餌の管理をしてるシェフなんだ。でも、時間になったら出て行って。ね？めちゃくちゃ、かわいそうだからさ。かわいそうだから、これだけバケツ持ってきてんの。全部食べないでーみたいな。いつ、残していいよって言うんですよ。もうカバーに持ってって、あれこれ、あれこれ、もう全部並べて、残していいからねって言ってる。あとはお前が選べっていう感じで。そしたらカバはどうしてんの？あの、いつも、あ、なんか多いなって言いながら全部食べるんです。多いと言いながら完食する。あら、これどうしたらいいですか？おばちゃん。どうしたらいいんですか？もしおばちゃんがこの餌係をやめないとしたらよ。ね、カバは出されたものを食べるんだとしたら、
どうすんのこれ。だってカバがビールとか買いに行ったりおつまみ買いに行ってるんですか。寂しそうな顔しそう。しそうしてるじゃない。もうしそう。今にもしそう。アバちゃん、自分で言ってどうですか？はい、カバの方が寂しそうな顔しそうだから、私らバケツを何倍も何倍も、もう、すごい量持っていくんですよ、メグさん。そろそろ食べるのね、全部。どうする、おばちゃん。こんなに心配だったら、それで心配してるわけ。心配しないんだったらいいよ。もうバケツいくらでもさ、寂しい顔するから、私はこれだけのバケツに料理をね、入れて持ってくるんだ。ああ、よかった。ああ、今日も食べてくれた。嬉しそうだ。よかった。だったら何にも問題ない。だけど、おばちゃん悩んじゃってる。健康が気になってるんですよ。どうする？なんか仕事不安とかがあんまりない人で、私はこんなに食べたら病気になるんじゃないかとか、そういうのをすごく考えちゃうんですけど、それはそういうのがないからあんまり病気にもならないから、笑っちゃった。うん、それでバケツ持っていくわけでしょ。病気になるんじゃないかって考えながらバケツを持っても投げつけてます。人参をっていうね。人参ばっか食ってんじゃねえよって言いながら人参を投げて。どうしたらいいの？考えて、おばあちゃん。ちょっとかさ増しでこんにゃくとか、わかめとか、そういうのもするんですけど、やっぱり私が量を減らすしかないですね。嫌われても。量減らしたら嫌われるんですか？嫌われない。あ、旦那さんいつもなんて言って完食してました？旦那さんいつもね、完食するときに、なんて言って、完食してた？無言で。いやいや、さっきおばちゃん言ってましたよ。もう、録音をぜひ聞いてほしいけどもね。多いなーって言いながら完食するんです。多いなーってちゃんと言ってんの。僕にとってこの量多いなぁって言いながら私が量を減らせばいいんでしょうかって、旦那さんはね、もう多いなぁって言いながら食べてる。思い出して、思い出して、思い出して。聞いてないから。あ、そっか。おばちゃん、おい、量多くて今日、もう苦しいわって言ってるかわかんないけど、量多いな、今日も、みたいな感じで。いや、私、量減らしたらかわいそうな顔しそうだから、明日倍にしてやってやるっていうね。こういうコント劇場が、動物園で、おば食堂で行われているわけ。怖いね。今日もこのネズミを太らせてね、実験してやるわ、っていうね。今日はね、ここにね、この鳥にね、いっぱい餌をやってね、太らせてね、今日はね、フォアグラを作るんだ、っていう感じでね。そういうことなんじゃない？健康に加担してるなとかも思う。
をつけよう。もし作りたいんであれば、加担しないで作る。もうすごい少なく出してね。それでもいいんだよ。うん。これが我が家の量ですって言って出してもいい。おばちゃんにね、お任せしてるんだったらそれでもいいのよ。今おばちゃんにお任せなんだもんね、料理担当は。そう。うん。うん。いいんだよ、ここの量を少なくしても。うん。だっておばちゃん健康管理をなんかしたい。なんていうの？あ、建前は夫の健康管理。もっと味わって食べてほしい。本音は。うん。そっかそっか。そう。テレビとか見ながら食べるので。うんうんうん。もう本当無意識に食べてる感じがする。うんうんうん。まあね、そこを聞いてみてもいいよね。感想聞いたらめちゃめちゃ詳しく言ってきたりしてね。おばちゃんにとってテレビを見ながらご飯を食べるっていうのはどういうことなの？実家はあんまりテレビつけてなかったので。ああ、そっか、違うね。うん、実家ではテレビをつけてない、あまり。うん。テレビを見てる旦那さん、テレビを見ながら食べるっていうことはどういうことなんだろうね、おばちゃんにとって。テレビ見ながら食べてる。うんうん。おばちゃんもテレビ見ながら食べてるのね。我が家のこと言うと、うちの夫はね、ご飯食べるときに、今、毎日のように孤独のグルメを流しながら食べるっていう。それで、見てないと怒るんだよ。テレビ見ろよっていうね。逆に怒り出す。テレビ見ながら食えよっていう。だからね、人によってこの、なんていうの、常識感が違うじゃない？はい。うん。旦那さんテレビ見て食事するのが楽しい人かもしれない。楽しめる。うん。食事を楽しめる。うん。ここはまず違うっていうのと、おばちゃん、今日からご飯、おば食堂どうする？真ん中に向かって。自由。私がこれでいいやって思うので一回作ってみて、うん、で夫がどういう反応するか、うん、で考えます。うん。で感想聞いてみたら、今日の量いかがでした？うん、はあ、このぐらいがいいよっていうね。俺を殺す気かーみたいなね。こんなに食わせて殺す気かーって。そう。おばちゃんの真ん中に自由と安心がある。ね。ってことは食卓も自由と安心。これがテーマにしてもいいんじゃない？うん。もう今やもう見張ってるからね。そう。そうめん茹でてるのにチョコバー食う。この時の、こう、もしイライラしてるんだったらば、何が怖かったか。うん。これ何だと思う？猫には、うん、夫が、なんかあったらすごい自分が不安になるっていうか。うん。あ、そっか。じゃあ、ここが本当の素直なね。何ですかーっていう中身はね、あなたになんかあったらチョコバー食いすぎて、なんかあったらチョコバーの後にそうめん食うって、こういうことで、あなたの体になんかあったら私が不安なのっていうね。うん、これがおばちゃんの気持ちなんだね。
あなたが塩コショウをかけすぎて、かけすぎのためにあなたに何かあったら、私が不安なんだ。私の出したおかずを全部食べて、そのせいであなたに何かあったら私が不安なんだ。テレビ見ながら楽しそうに食べて、そんなあなたに何かあったら私が不安なんだ。ね。何を食べてるかもわからないで、テレビにばっかり夢中になったら、私がなんか不安なんだ。あ、そうなんだろうね。今気持ち、何何？夫にもそういうことを言ったら、心配してくれてるんやなっていうのは、わかるよって、僕も考えてるよとは言うんですけど、こんなこと言って嫌な思いしないって聞いたら、全然いいよ言ってくれたらとは言うんですけど、私が出しすぎてるから本当もう食べ過ぎちゃうんですね。量ね、量はそうなんじゃない。あのうちの夫も同じ、出されたものは食べるって言うから。そう、残さないの。だから私も最近もう素早く片付けるからね。ブロッコリー明日のお弁当使うからっつって。もうあればあるだけ食べるっていうね。そうなのよ。だから私たちがバケツ持ってちゃいけないよ。食べるんだから。ね？ね？いや、夫のために、ね？チョコバー買っていこうかな。いやいや、買わなくていいの。あれば食べる。ああ、今日も俺のために買っといてくれてるってね。で、もし買うんだったら、そっちの喜ばせてるって方にフォーカスしてもよくない？私、そう、この喜ぶ顔見たくて買ってきたんだよね、チョコバーって。それが自由と安心のおば食堂。いいね。自由と安心のおば食堂。あ、それ、これ忘れにくいよね。そしたら。そう。あとね、餌やりの時間、おば食堂の時間になったら、量を考える。ね、天ぷらを、めちゃめちゃやっちゃう。天ぷらとか作っちゃう。え？揚げ物好きだから。あの足りないかもしれないって、人参とかね、一本使ってたらもう、永遠天ぷら食べなきゃいけなくなるじゃない。どんどん増えていくあの天ぷらね。いや、天ぷら粉足りねえわっていうくらいになんか、なっていくじゃん。ちょっと考えようっていうね。量、ね。はい。そうですね。おば食堂。自由と安心のおば食堂に、する。これを旦那さんにも提案してね。ちょっと量をね、変えてみようと思うんだ。あなたも多いんでしょ？ごめんねって。これはちょっと少なめにしてみる。健康にもいいしね。っていうか、二人でこれ相談してね。おば食堂どうしたらいいか。これ二人で話し合ってもいいとこだよ。そうですね。出すときに。これ、一皿1000円とか言って、ぼったくりやなっていつも言うんですけど。かわいい。なんかこう、そういうんでちょっとアピールしてたつもりもあったんですけど。あ、そうなんだ、ちょっと。伝わりにくい。もう、さっそれの会話だったのね。これ分かりづらいよ。あ、そう。ただのコント、ただのなんか、掛け合いにしか思えない。一皿1000円ですよ、この量。っていう。わからない。わからない、わからない。もう、量をもう、半分にして出していいの。ね？もう多いわ。いやいや、多いなーって言って完食してたから。いやー、
当に、これあれだよ、もう、夫をね、徐々に苦しめていこうって、こう、塩分とかすんごい多くしてね、トリカブトのように、そういう感じですから。ね？ちょっと、私もこれ気をつけなきゃいけない。そうなのよ、私もすっごい量作るからね。もう、夫を太らせてる。ね？じゃあ今日これで終わります。はい、ありがとう。ありがとうございました。よかったです。よかった。みんな気をつけよう。ね。ありがとう。ありがとうございました。終わります。